ある夜ニュージーランドの銀行に強盗団が押し入りました計画は綿密準備も万端しかし現場に到着した瞬間彼らはある致命的なミスに気づき凍りつきますこれはハーバード大学のダニエル・シャクター教授が記憶の講義で実際に紹介した記憶エラーの事例です「This is an individual who had planned a bank robbery in New z e a l a attempted to rob a bank but unfortunately forgot his mask and forgot his gun 素顔のまま武器も持たずに銀行へコントのような話ですがこれは実際に起きた事件ですなぜ人間は人生を左右する大事な場面でど忘れをしてしまうのかなぜ一生懸命覚えた英単語は忘れるのに昔見た映画のワンシーンは覚えているのか 本日は記憶研究の世界的権威、シャクター教授の25年の結論に基づき、あなたの脳のスペックを10倍レベルで引き上げるような記憶術について解説します。キーワードは ZIP 化。動画の後半では脳の使い方がガラリと変わる3つの具体的手順を紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。 シャクター教授は人間の記憶には7つの大罪と呼ばれるエラーのパターンがあると言います。テスト本番で思い出せない。鍵をどこに置いたか忘れる。私たちはこれらを脳の血管だと思いがちです。教授はこうした記憶のエラーについてこう言います。シャクター教授は欠陥ではなく代償だと言います。 言い換えると記憶のエラーはバグではなく、機能の一部なんです。今回はこの7つのエラーの中から、私たちの勉強に直結する部分だけをピックアップして解説します。そもそも、昨日食べたランチのメニューや、すれ違った人の顔をすべて鮮明に覚えていたらどうなるでしょうか脳のハードディスクは一瞬でパンクし、重要な情報が出てこなくなります。つまり脳はあえて忘れるし、あえてざっくり覚えるように進化しました。この適当さこそが優秀さの証なんです。 ここを理解せず完璧に暗記しようとするからあなたの勉強はうまくいかないのです。では脳の適当さをどう利用すればいいのか具体的なメソッドに入りましょう。まず脳が情報をどう処理しているかを知るために実際に体験してもらいましょう。今から画面に連続して単語が表示されます。それをただ目で追ってください。ただし数は結構多いです。集中しないと見逃しますよ。 さて、このリストの中に睡眠という単語はありましたかおそらく多くの人があったと答えるでしょう。しかし、正解はないです。リストに睡眠という単語は一度も出てきません。ここ、ポイントは間違えることだけではありません。間違いなのに自信が高いことです。なぜこんなことが起きるのか脳は個々の単語や詳細をいちいち覚えるのを嫌がります。

ここから導き出されるメソッドの一つ。詳細は捨てて、ZIP ファイル名だけ覚える。教科書の一字一句を覚えるのは、脳の使用に反しています。勉強するときは、1ページ読んだ後に、要するにこれは何の話なのか、と自問してください。その答えを一言で言語化する。脳に残すのは、その一言だけでいいんです。詳細な中身は、脳が勝手にある程度正確に保管してくれます。正確さを捨てて、圧縮した人だけが大量の知識を使いこなせるのです。そして、もう一つだけ重要な視点があります。 偽の記憶が起きるのは保存が雑だからだけではありません、uh, 取り出し方にも原因があるだから後半ではこの取り出しを強化する方法まで落とします要点だけじゃテストで困る詳細も覚えたいそんな欲張りなあなたのために2つ目のメソッドいよいよ農容量10倍のからくりを明かしましょう 先ほどのジップ化は文字情報の話でしたが、実は脳には桁違いの容量を持つ別フォルダが存在します。それが画像記憶です。1970年代、ライオネル・スタンディングという研究者が衝撃的な実験を行いました。被験者になんと2896枚ものスライド画像を1枚たった数秒ずつ見せ続けたのです。3000枚近い画像です。普通なら数分で脳が限界を迎える量です。 しかし、その後のテスト結果は驚愕のものでした。二択の識別テストで、被験者は90%以上の確率で見た画像を当てることができたのです。さらに枚数を1万枚に増やしても高い精度が維持されました。一方、これが単語、文字だったらどうでしょう。人間が短期的に覚えられる単語数は7つ前後と言われています。数千の画像と数個の単語、この差は10倍どころではありません。脳の処理能力において、画像はテキストより圧倒的に情報を扱いやすいのです。 ここでの農用量10倍という言葉は決して大げさな表現ではありません。あなたが普段使っている言語フォルダがいっぱいでも画像フォルダはガラ空きだということです。では、これを勉強にどう活かすか。文字情報を無理やり画像に変換するのです。 例えば「徳川家康が1603年に江戸幕府を開いた」という文字を覚えるのではなく「たぬき顔の武将が高層ビルのテープカットをしている絵を頭の中に作る」文字で覚えようとすると脳はすぐに容量オーバーを起こしますが絵に変換した瞬間に脳はそれを容量が大きいアルバムに放り込みます。これがハーバードの研究が示唆する最強のハックです。 しして画像化したこれでで完璧ではありません最後にその記憶を消えないように定着させる3つ目の作業が必要です。多くの人はここで復習として教科書を読み直します。しかしシャクター教授の研究によればただ読み返すだけでは記憶はあまり伸びません。 教授のチームは、博物館ツアーに参加した人々の記憶がどう変わるかを実験しました。その結果、記憶が最も定着し、あるいは書き換わったのは、再び写真を見た時ではなく、それについて思い出そうと判断した時でした。専門用語で再固定化と言います。記憶というのは、倉庫にしまわれた本のような固定されたものではありません。本棚から取り出して開いた瞬間に、内容は編集可能な状態になります。 そして本棚に戻すときに脳は情報を最新版として上書き保存します。つまり記憶を強くするのはインプットではなく検索、取り出しのプロセスなんです。教科書を読み直すのは本棚の本を背拍子だけ眺めているようなもの。本棚から無理やり引っ張り出すテスト、早期練習こそが記憶を上書き保存する唯一のボタンなのです。 えっと、なんだっけ。この思い出せそうで思い出せない苦しい時間。実はこの瞬間、脳内ではシナプスが必死に手を伸ばし合い、回路を繋ぎ直している最中なのです。筋トレで筋肉が断裂して太くなるのと同じ。脳も思い出せない負荷がかかった時だけ太く強くなるのです。苦しくない復讐は復讐ではありません。最後にもう一段上から見てみましょう。 なぜ私たちの脳はこんなにもざっくりで、ジップ化し、画像が好きで思い出すたびに書き換わるのでしょうかシャクター教授の結論は非常に哲学的で美しいものです。記憶は過去のためではなく、未来のためにある。あるもし記憶が過去のビデオ録画のように正確すぎたら、私たちは過去のことしか考えられません。 しかし脳が記憶をジップ化されたパーツとして保存しているからこそ私たちはそのパーツを自由に組み替え明日の会議はどうなるかもし失敗したらどうするかというまだ見ぬ未来をシミュレーションできるのです記憶のエラーや補完は脳がクリエイティブに未来を想像できる能力の副作用にすぎませんいかがでしたでしょうか脳容量10倍の「ずるい記憶法」まとめるとこうなります 一つ、詳細にこだわるな。すべてを覚えようとせず、脳が好むジップ化、要約を行うこと。二つ、文字だけで戦うな。容量の少ないテキストフォルダではなく、画像フォルダを使うこと。三つ、再読だけに頼るな。記憶は思い出す瞬間に作られる。苦しいテストこそが、脳を上書き保存できる。あなたの脳はポンコツではありません。未来を切り開くために最適化された超高性能なシミュレーターです。その仕様を正しく理解して使えば、 あなたの学習効率は劇的に変わります。記憶の7つのエラーを恐れず、むしろ味方につけて効率的に学んでいきましょう。この動画があなたの脳の可能性を広げるきっかけになれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。